名湖は北、アイルランドにある淡水湖。排水域が4550平方キロメートルになる。イギリス及びアイルランドで最大の湖である。排水域の9%はアイルランド共和国領。91%は北、アイルランドとなる。ベリファスト西方約30キロメートルにある。面積の割には、水深は浅く、平均で9メートル、最深部で25メートルである。 北側からバンカワが流れ海へ注ぐ。バンカワ上流の水源の一つであることから、湖自体がバンカワの一部とみなされている。一北アイルランドの四つの行政区と接している。北から時計回りにアントリムニュータウンアベイ、リスバーンカーセルレイ、アーマーシティバンブリッジクレーガボン、ミッド・アルスターである。周辺にはアントリム、クルムリン、ランダルストーン、トゥームブリッジ、 バリーローナン、バリンデリー、ムーアタウンなどの市町村がある。1940年代には、石炭運搬のため古城や運河を船が往復していた。17世紀に遡ると、ログボートが交通の重要な手段であり、そのいくつかは6400年前と同じく古い、作りのものであった。19世紀に3つの運河が建設され、湖と多くの港、都市がつながった。ラガン運河は、 ベルファストとつながり、ニューリー運河は、はニューリー港とアルスター運河は、はアーアン湖へとつながり、シャノン川からリムリック、ダブリン、ウォーターフォードを通る陸路での輸送に貢献した。バンカワカリューはコールラインとアントリム海外へ航行できた。現在も航行され、数世紀にわたり、ネイコではうなぎ漁が主流である。現在もネイコ産のうなぎが世界中のレストランに卸されている。 ネイコは国有の湖であると広く見なされてきたが2005年にシャフツベリー伯爵家が湖を代々所有してきたと公的に明らかになったこの湖から地域の飲料水の40%を供給し下水排水に利用している北アイルランドでは公園水道施設の計画変更のために深刻にもつれ合っている古いアイルランドの伝説ではネイコは巨人フィンマックールが 大地から土をすくい上げて、スコットランドにいる敵に向かって投げた。その後に、水が溜まってできた湖だということである。フィン・マックールは手元を狂わせ、投げた土の塊は、アイリッシュ海に落ち、それが、今の満島であるという、ありがとうございます。